その通りですって言えばいいの。森法務大臣、静粛に。森大臣、もう一度、森法務大臣。はい、先ほどもご説明した通りでございますが、人事院規則をなるべく早く作っていただけるように、しっかりその内容に準じて作ってまいりますし、またその手続きもプロセスを取っていきたいと思います。はい、答えないです。説明するかしないか答えてないですよ。もう持ち時間を経過しておりますので、後藤祐一君の終わりました。終わりました。終わりました。次の面席を開けてください。答えてらっしゃらないじゃないですか。開けてください。いやいや、申し訳ありませんが、時間がもう経過をしており、ぜひですね、次の機会にまた質問を、次の含めて、じゃあ、次の機会までに準備をして、人事院規則は、提示を示していただくよう、そうしないと。国会で法案審議する意味って何ですか。真摯な姿勢って何ですか。ここに来たんですか。藤野、今の答弁のどこ。後藤君、質問時間、発言席をご退出ください。審議を続けることを強く要求して終わります。藤野康文君。ちょっと待って、大丈夫ですか、そっちも。どうぞ。いいですか。藤野康文君。日本共産党の藤野康文です。今も国会の内外、そして全国で多くの方がこの審議を見守っていらっしゃいます。この委員会室にも、その声が届いている、こういう状況で今この審議が行われている。私たちは立法府にあるものとして、この声を本当に真摯に受け止めないといけないと思います。そしてこうした声の広がりの中で、検事総長の経験者、そうした方々からもこの法案に反対の声という状況になりました。やはりこの法案というのは法務委員会や予算委員会でも私は森大臣と議論してまいりましたが、根本の問題が問われていると思うんです。現行法は22条で、63歳になったらなったときに退官すると定めておりまして、延長一切認めておりません。キャリアの最後で年齢以外の要素は一切考慮されないっていうのが現行法なんです。大臣、お聞きしますが、なぜ現行法は年齢以外の要素を考慮していないのか、この1点だけ、なぜ年齢以外ないのか、これだけお答えください。森法務大臣。藤野委員のご指摘のとおり、現行法上、検察官について勤務延長を認めるという規定はありませんし、認めないという規定もないんです。規定がないんです。その規定のない理由をということでございますが、規定がない。当時の国会議事録を見ても、それを直接に答弁をした内容が見当たりませんでした。ですので、についての理由や経過については、現時点では必ずしも明らかではございません。ただ、規定がないと、勤務延長制度が出てきたということでございます。藤野康文君。法の支配、要するにですね、
検察というのは唯一の重い職責を負ってるわけです。唯一の権限を持つ準司法機関なんですね。で、巨悪を眠らせないという重い使命を持っているのが検察官だからこそ、どんな巨悪にも屈しない厳格な政治的中立性が必要です。だから任命の段階、活動の段階、そして定年退職の段階、あらゆる段階でそれを担保しようということで検察庁法は定められているんです。で、今回問題になっているのはその出口、退職のキャリアの終わりの段階、もう年齢だけでしか、年齢だけで辞めさせるというのが現行法のそういう制度になっているわけですね。これは年齢以外の要素を作ってしまうと、その年齢以外の要素にいろいろな恣意的、だから出口の段階では年齢以外は一切考慮しない、こういう制度になっているわけです。大臣お聞きしますが、ここに特例を設けること自体が出口における恣意的解釈の、森法務大臣。森大臣、今、藤野委員がご指摘なさった検察官の準司法官的性格、検察官の独立性、これについては、検察官が意に反して罷免されない、辞めさせられることがないという、一般の国家公務員よりも強い身分保障を得ていることによって担保されております。諸外国においても行政権に属する者が検察官の任命を行っている例がありますし、勤務延長を行っている例もあると承知しております。藤野康文君。今大臣おっしゃった意に反して辞めさせることがないというのは25条に確かにあります。それはですね、あって、その25条自体が全3条以外の場合、まさに今回22条定年がそうする大事です。意に反して辞めさせられない大事です。しかし全3条以外の場面でそういうことも当然担保しながらも、今回問題になっているのは定年というこの出口の部分です。一般でも内閣が関与することは、しかし検察は出口では一切の年齢以外のいないんです。ですから大臣、今回この出口自体が恣意的介入、22条のことでございます。3条の中の22条についてはですね、勤務延長についてはですので、私の特例というのは定年2点であるというふうに、定年により退職すると一般の国家公務員と変わらない、そして勤務延長をする趣旨というのも検察官に等しく及ぶというふうにの勤務延長をしている例がございます。藤野康文君。私の海外はどうとかではなくて、日本は日本の戦前の人権侵害も踏まえて検察官の独立性を高めているわけです。なぜ高めているか、それは戦前国交警察だけでなく検察も担ったからであります。車の両輪としてそうした役割を刑事司法に携わる人が果たしてしまった、これに対する反省から戦後の憲法は司法の独立に極めて重い役割を果たし、そして検察官に準司法官としての身分保障を与えたわけであります。ですから外国がどうとかおっしゃいましたけれども、全く違う。日本の場合は入り口の任命のところも、そして職務執行中のところも、そして委員長、ちょっと委員長注意してください。委員長注意してください。はい、静粛にしてください。ですから大臣、今外国のことをおっしゃいましたけど
現行法が出口の退職の時に、退官の時に年齢以外の要素を作っていないのか、非常に重い司法官という立場を、厳格な政治的中立性をこの場面でも貫こうという、ここに今回特例を作っている、こういうことにお聞きしますけど、そのなんか人事院規則に準じて、人事院規則に要件を作ればいいという問題じゃないと思うんですね。今言ったように例外があること自体が問題であって、その例外の要件をどうこうするかというのはまた別の問題であるし、これ作ったら作ったら誰が判断するのか、この点改正案はですね、人事院の承認というのを内閣が定めるというふうに読み替えるわけです。つまり定年延長の判断権者が人事院から内閣にしますが、どんな詳細な要件を定めてもですね、この法案で人事院の承認が外れる以上、その要件に該当化するかどうかっていうのは人事院ではなくて内閣が判断する。結局内閣の恣意的な判断の余地が生まれるんじゃないですか。森法務大臣によりますと、検察官については人事権者が内閣または法務大臣なんです。そもそも検察官について法律上その人事権者が内閣法務大臣で、今変わっているとおっしゃいましたが、変わることはありません。これは検察官の準司法独立性を保持しつつも、検察が行政民主権の見地から公務員である検察官に民主的な統制を及ぼすために検察官の人事を行うというふうにされたものでございます。そしてその内閣で定める自由については規則に準じて行う、人事内閣で定める自由の準則に基づいて勤務延長をするということにしても、この検察官が委員に反して辞めさせることはないということは変わりありませんので、身分上の検察官の独立性は外し反しません。藤野康文君、全くですね、答弁に私の質問と、これじゃね、国会の質疑にならないですよ。私はですね、そもそも起きたのかということを改めて解釈変更を行い、その解釈が破綻したら今度は法案でそれを、合法化しようとしているということでありますが、黒川博文東京高検検事長決定が1月31日であります。でこのまではですね、この延長、定年を63から65にするというのはありました。65に引き上げるというのは、これは別に私たちも反対しておりません。ところがこの10月末以降、特別の検察官にですね、10月末以降の話なんです。で10月末以降何が起きたかということで、この表を出させていただいております。桜を見る会が問題になり、カジノの問題で衆議院議員が逮捕され、そして今河井議員の問題もどんどんと起こってくると、見る会で刑事告発されるという、そういう状況の中で今回黒川博文のわずか1週間前に行われたと。先ほどの答弁で後藤委員への答弁で、森大臣自身の認識としても10月末以降事例はなかったし、10月末以降は黒川氏の件だけだというふうに答弁されました。結局ですね、大臣、件がすべての始まりであると、そういうことなんじゃないですか。検察庁においても優秀な人材の継続的確保、人材育成、さらに知識経験の伝承といった長期的な、特に少子高齢化に対応するため高齢期の職員を最大限に活用する必要がありますので、検察官の定年制度およびこれに伴う諸制度の取り扱いは近年の課題でありました。そして10月末に
内閣法制局第2部長の審査は終了しましたが、法律案の提出には至っておりませんでしたので、通常国会の提出に向けて時間がある中で、定年制度やこれに伴う諸制度という、その近年の課題について検察官への適用等を改めて検討したわけでございます。特に勤務延長制度で検討を行ってまいりました。育成とかおっしゃいましたけども、そういうことはもう10月末の段階で議論が済んでるんです。検察の場合は一斉に退官することもない、検察の場合は一斉に移動することもない、そもそも公認というものが概念できないということで、そういう誕生日で辞めること分かってますから、ある意味それを見越しこうなるなということが分かるわけです。ですからこういうこのいわゆる勤務延長制度、一般の違うねと、いらないねということが10月末の段階で結論が出てたわけですね。それが中で出てきたということであります。どうなるかということなんですが、大臣、これは検察官というのは人を罪に問うかどうかを決定できる、問うこともできる、問わないこともできる、唯一の権限を持っております。これがもし時の政権のいわゆる幹部人事がですね、支配下に置かれれば、まずは巨悪を眠らせるなというこの検察の使命が、そうやって頑張ってきた巨悪に対して立ち向かってきた検察官は、その出口のキャリアが近づいたら、もうその人は延長させませんことができる制度になってしまうんですね。それを見た検察官どうなるか、逆に巨悪は安心して眠るようになる。大臣、こういう制度になるんじゃないですか。高君、そもそも、藤野委員がおっしゃった通り、検察は起訴権を独占しております、権力があり、そこに民主的統制を及ぼすため、行政権が、しかし私は検察の人事に都合のいいものを選ぶということがあってはならないと、この人事は国民にとって検察権を適切な観点を持って選ばれるものであると思います。その上で検察は権限の行使に際し、いかなる誘因や圧力にも左右されないよう、これまでも今も厳正公平不偏不当を旨として適切な事件処理に努めているものと承知しております。いくらそういうことをおっしゃってもですね、今回の法案で内閣の介入の余地を出口の段階、このことは検察全体を歪め、司法の独立にしてしまうものだというふうに思います。火事場泥棒的にこの法案をご利用する次に、ちょっと待ってくださいね。